世界の有名人の小さな話人生の大きな夢を刺激する言語学習と作文も学ぶアインシュタイン想像力は知識よりも重要ですアインシュタインに影響を与えた三つの小さな話子供時代のコンパスアインシュタインが5歳の時 彼はコンパスを受け取り、この一見シンプルな装置にとても驚きました。彼にとって、針が不動のまま来たを指し示すその神秘的な力は、自然界の秩序に対する彼の好奇心を刺激しました。彼は多くの時間をかけて、空間に存在する目に見えない力について考え、 その目に見えない力への好奇心が後に物理世界を探求する彼の原動力となりました。学校での不適応と独学。アインシュタインの学校での日々は楽しいものではありませんでした。彼は教育制度に不満を持っていました。なぜなら、それは生徒たちの創造性と独立した思考を抑えていたからです。 彼は興味のない科目を勉強させられることにうんざりし、いくつかの教師の教え方に反感を持ちました。そうした不快感が彼に自らの学習の道を探すきっかけを与え、科学や哲学の書籍を独学で読み始め、自学する能力を育てました。この経験は彼に自由な思考と革新の重要性を教え、 後の科学への貢献にとって非常に重要でした。奇抜なアイデアの相対性理論。特許局で働いていた時、アインシュタインは思考と理論の探求に多くの時間を冷やしました。彼の頭の中で最も有名な思考実験の一つは、 自分自身が光のビームに乗って宇宙を横断することを想像することでした。この大胆な想像力が彼に特殊相対性理論を提唱させ、人々の時間と空間に対する従来の認識を覆しました。アインシュタインは彼の理論を通じて、時間と空間は相対的であり、 絶対的に普遍ではないことを証明しました。この発見は物理学における大きな突破口であると同時に人類の思想史における節目でもありました。インスピレーションと夢アインシュタインの一生は想像力と好奇心が知識への鍵であることを私たちに教えてくれます。彼の物語は 私たちが従来の思考方法に縛られるべきではなく、未知を勇敢に探求すべきであることを示しています。それが周囲の世界からの疑問や反対に直面することを意味してもです。アインシュタインの成功は、困難や挑戦に直面しても、自分の夢や情熱を追求し続ける限り、 偉大な成成就をを達すするるここととが可能であることを証明しています世界の有名人の小さな話人生の大きな夢を刺激する言語学習と作文も学ぶアインシュタイン想像力は知識よりも重要ですアインシュタインに影響を与えた三つの小さな話 子供時代のコンパスアインシュタインが5歳の時、彼はコンパスを受け取り、この一見シンプルな装置にとても驚きました。彼にとって、針が不動のまま来たを指し示すその神秘的な力は、自然界の秩序に対する彼の好奇心を刺激しました。彼は多くの時間をかけて、 空間に存在する目に見えない力について考え、その目に見えない力への好奇心が後に物理世界を探求する彼の原動力となりました。学校での不適応と独学。アインシュタインの学校での日々は楽しいものではありませんでした。彼は教育制度に不満を持っていました。なぜなら、 それは生徒たちの創造性と独立した思考を抑えていたからです。彼は興味のない科目を勉強させられることにうんざりし、いくつかの教師の教え方に反感を持ちました。そうした不快感が彼に自らの学習の道を探すきっかけを与え、科学や哲学の書籍を独学で読み始め、自学する能力を育てました。 この経験は彼に自由な思考と革新の重要性を教え、後の科学への貢献にとって非常に重要でした。奇抜なアイデアの相対性理論特許局で働いていた時、アインシュタインは思考と理論の探求に多くの時間を費やしました。彼の頭の中で最も有名な思考実験の一つは、 自分自身が光のビームに乗って宇宙を横断することを想像することでした。この大胆な想像力が彼に特殊相対性理論を提唱させ、人々の時間と空間に対する従来の認識を覆しました。アインシュタインは彼の理論を通じて、時間と空間は相対的であり、 絶対的に不変ではないことを証明しました。この発見は物理学における大きな突破口であると同時に、人類の思想史における節目でもありました。インスピレーションと夢アインシュタインの一生は、想像力と好奇心が知識への鍵であることを私たちに教えてくれます。彼の物語は、 私たちが従来の思考方法に縛られるべきではなく、未知を勇敢に探求すべきであることを示しています。それが周囲の世界からの疑問や反対に直面することを意味してもです。アインシュタインの成功は、困難や挑戦に直面しても、自分の夢や情熱を追求し続ける限り、 偉大な成成就をを達すするるここととが可能であることを証明しています世界の有名人の小さな話人生の大きな夢を刺激する言語学習と作文も学ぶアインシュタイン想像力は知識よりも重要ですアインシュタインに影響を与えた三つの小さな話 子供時代のコンパス。アインシュタインが5歳の時、彼はコンパスを受け取り、この一見シンプルな装置にとても驚きました。彼にとって、針が不動のまま来たを指し示すその神秘的な力は、自然界の秩序に対する彼の好奇心を刺激しました。彼は多くの時間をかけて、 空間に存在する目に見えない力について考え、その目に見えない力への好奇心が後に物理世界を探求する彼の原動力となりました。学校での不適応と独学。アインシュタインの学校での日々は楽しいものではありませんでした。彼は教育制度に不満を持っていました。なぜなら、 それは生徒たちの創造性と独立した思考を抑えていたからです。彼は興味のない科目を勉強させられることにうんざりし、いくつかの教師の教え方に反感を持ちました。そうした不快感が彼に自らの学習の道を探すきっかけを与え、科学や哲学の書籍を独学で読み始め、自学する能力を育てました。 この経験は彼に自由な思考と革新の重要性を教え、後の科学への貢献にとって非常に重要でした。奇抜なアイデアの相対性理論。特許局で働いていた時、アインシュタインは思考と理論の探求に多くの時間を冷やしました。彼の頭の中で最も有名な思考実験の一つは、 自分自身が光のビームに乗って宇宙を横断することを想像することでした。この大胆な想像力が彼に特殊相対性理論を提唱させ、人々の時間と空間に対する従来の認識を覆しました。アインシュタインは彼の理論を通じて、時間と空間は相対的であり、 絶対的に不変ではないことを証明しました。この発見は物理学における大きな突破口であると同時に人類の思想史における節目でもありました。インスピレーションと夢アインシュタインの一生は想像力と好奇心が知識への鍵であることを私たちに教えてくれます。彼の物語は 私たちが従来の思考方法に縛られるべきではなく未知を勇敢に探求すべきであることを示しています。それが周囲の世界からの疑問や反対に直面することを意味してもです。アインシュタインの成功は困難や挑戦に直面しても自分の夢や情熱を追求し続ける限り 偉大な成就を達成することが可能であることを証明しています。